今後なんか出てくるかもしれないけど、とりあえずはジョスター今日向こうを見て、壊れた石の塊でいっぱいだ。あ、これがレディか、もしかして。あれ、あ、敵ですか敵か。魔法に弱い敵も存在します。あ、やばい、ちょっと抜け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 、よーし、2回来た。頼むよ蛍くん。よし来た、いいね蛍、頑張れ蛍。めちゃくちゃ強いな、またレベル上がった。あ、2個あるな。魔力か、あー一番星いいね。これは魔法防御力が5上がります。サイド MP が上がるか、そうだな、これも覚えとこう。よし、これやばいな、このゲーム面白い、やっぱりこの気持ち悪い場所をなんとか。うわー、ビビったビビったちょっと勘弁してよ、もう。あのさすいません、なんか魔法薬じゃなくてアクション。一番星使うじゃん、これ使ってみよう。あれ、全員にできんじゃないの。一条の光、いやーもったいねえな。でも使ってみたいな。やばい、チャージ来たってことはめちゃくちゃすごい。お、あー微妙ー、やばい、強い。スラッシュで、なるほど、チャージ攻撃だと半分ぐらい、チャージというか魔法だと2倍ぐらいなんですね。あ、体力もあれで回復するんだ。あ、MP もこれで回復するんだね。なるほど。マジビビったよ。このゲームでビビった人あんまいないんじゃない？ホタルにリキさん。よーし。勘弁してね、怖いから。お、なんだ今。これでだ。上に行きたいけど行けない。これを上に登る、そうだよね、これぐらいしか思い浮かばないもんな。仕掛けをやると起き、あ、来た、あ、ルビーか。まあ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 、こいつはあれだけか。あれ俺、あー、ちょっと待って、ここだ、あ、登れた。うわー来たな、こいつ結構、え、敵の先制攻撃なの、そんなのあんの。こいつ強いから、あー
でもこれで回復できること分かったから安心してあれだな。魔法使えるな。アクションのこれ使ってみよう。見てみたい。来た、一条の光。ああ、なるほど、光に弱いんだ。あれ、こいつ光当てるとなんか、あ、遅くなった。スラッシュ、オッケー。こいつ取っとこう。取って、こっちはいけないか。これは結構みんなこぞって実況してますけど面白いな。オーロラ、扉が閉まってるわ。どうやったら開くんだろう。よし、一緒に考えよう。あの上のあれか、スイッチをどうにかして押さなきゃいけないね。あれ？驚いてるの？嫌がらせ？はいはいはい。違う、そんなんじゃない。遊んでる暇はない。違うもんな。こっちに引く感じ。あー、そっか、あっちに引いて登る感じかな。ここ渡れればだけど、あ、いけるね。俺このゲームの紙の感じがすごい好きですね。これ登れないとかある？あ、いけたいけた。だ、なんで気づくんだよ。よし、やっぱりあんま回復してないな。強い。先に倒していた方がいいかな。レベルがなんか上がってるような気がするな。敵のスラッシュじゃ多分死なないから。5か、微妙。アクションの一番星、よし、勝った。あ、一番星の方が強いな。バンバンレベル上がっていくね。いいね。いやー、こっ、あ、待てよ。入れた。あー、そこに行けよってことか。あんな高いところには登れないわ。君は飛べないものに。なんで落とすなよ。お嫌いを照らすのです。あ、これか。僕に任せて。なるほど。で、上がると。あー、そういうことね。これであれか、下げるのか。下げてこいつを多分だよね。そんなことだと思ったけど、こいつを下ろすのかな。これで下ろして、これ登るでしょ。登ってここに登れるようになるんで、こういうことか。
今度。はい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 、なるほど。あーなるほどね、わかりました。デイデイやめて。これは面白いな。でまあ登ってったら下ろすと、まあ単純明快な仕掛けですね。まあ序の口だ、最初はまだ。これで、ああなるほど、止めてる間に動かすと。オーロラ気をつけなさい。え、何に気をつけんの。なんか嫌な鳴き声が聞こえたんですけど大丈夫ですか大丈夫ですか。着いたよ。私は閉じ込められています、この魔法のガラスの中に。あ、このお姉さんもしかして。あ、回すの。あー、なんか分かった。そういうことね。1個ずつ解放していかなきゃいけないんだ。こいつ赤。オッケー。あと緑か。紫なんかある？よし。闇の女王に立てつくのは誰だ。赤毛の小娘だ。え？おお、すげえ。なんかこれはすごいな。曲も違うし、どう見ても本物だよ。じゃあもう地上の光使う。いや、一番星の方がいいような気がするんだよな。おお、いいね。光に弱い、やっぱり強っ強いな、おっさんたち。よし、手加減なしだ。一番星だ。とりあえず集中してこいつ倒そう。来たー、クリティカル。こいつを止めながらアクションの一番星です。いけ、よーし。MP ラインでもう一発ぐらい。うわー、素早さアップ。やばいやばい、使えないなー。どうしよう、アイテム使っとくか。HP じゃなくて、あれ？光ゲージ。あー、これか。使いたくないけど、どうしようかな。使うか。はい、妖精のネクター。よーし、大ボスとか出てこないでよ、この後。頼むから。あー、まあ普通の攻撃してていけたか。まあいいや。一番ボス。え、死なない。アンブロシア防御アップみたいな感じ。あ、それでも結構効くな。あ、もう一回しかも。ありゃりゃりゃ。
次魔法行くか。一番星タリアー、オッケー、やった意志の星くず。で紫ないの気になるね。オーロラを連れてきたよ。私はこの夢の世界に囚われています。目を覚ましたいのです。私の手を取りなさい。かつて大地には日が降り注ぎ、山や谷を明るく照らしていました。夜には朽ちた城が淡い光に包まれていました。夜空には星たちと三日月、世界を治めていたのは光の女王。毎晩一人宮殿を歩き、自らが放つ光で照らしていたのです。しかしある晩姿を消しました。跡形もなく。そして闇が訪れたのです。女王を追いやったアンブラは姿を隠しました。彼女は娘を差し向けました。太陽に星々、そして三日月は姿を消したのです。そして闇の魔物たちが大地を支配し、私たちの命はもはや風前の灯火。顔がないやお話聞かせてくれてありがとう。でも私は目を覚ましたいの。まだ自分が眠っていると思っているのですか。私の話は作り話ではありません。あなたが今いるのはレムリアの大地。これは夢ではないのです、オーロラ。しかし二つの世界をつなぐ魔法の鏡は闇の女王アンブラによって奪われてしまいました。アンブラを倒すには夜を追い払うしかありません。それには太陽と月と星々が必要です。でもお父様が待っているんです。ホタルさんがあなたなら助けてくれるって。僕にも名前はあるんだけどね。ホタルになってるやん一人で挑む必要はありません。私の生み出したイグニキュラスがあなたを助けます。こんな針のような小さい虫が。信じられない。私には無理です。太陽や月や星々を取り戻すなんて。勇気を出すのです、オーロラ。太陽と月は一番高い場所と一番低い場所に囚われています。まずは来た道を戻りなさい。そしてあなたが目覚めた場所を通り過ぎ、鋭い棘が絡まり合う木を抜け、行く道で仲間を探すのです。では星々はどこに？どうやって星までたどり着くの？あなたはすでに星々を解放していますよ。ほら、力を感じるでしょう。まあ、なんてこと。あ、飛んでる。私妖精になったの？何これ。あなたは光の子なのです。良いですか。その王冠には魔法がかかっています。決して頭から外してはなりませんよ。さっき外しまくってたし。それから最後にもう一つ。くじけそうになったらこれを使いなさい。これを吹くと何が起きるの？ごめんなさい、もう行かなくては。レディー。さようなら。寂しいな。待って、まだお父様のことが。お父様はご無事なの？この夜はまだ終わってくれないのね。